皆さんこんにちは、プロゴルファーの中西直人と上城純也です。今日はこんな格好してどこに行くんですか？アロハおっと、もしかするとどこに行くの？ハワイ。おっと、何しに行くの？バカンス？ワイキキビーチ。ワイキキビーチにゴルフクラブ持って、ゴルフクラブちょっと何が生まれるんや、ここから。みんな待ってたよ、髪が違ってる。ずっと出たかったんですけど、はい、なんか忙しいもんね、最近ね、売れっ子だから。いやいや、直人さんがなかなか誘ってくれなかったじゃあね、2人でね、ソニーオープンに向けて2人でチャレンジしていきたいと思います。なので皆さん応援よろしくお願いします。お願いします。今日は伊丹空港から羽田空港、そして羽田空港からハワイに向けていきたいと思ってるので、まずは羽田空港に向けたいと思います。それでは皆さん行ってきます。羽田空港国際線にやってきました。見ての通り海外行きの方は少ないですね。その海外挑戦する海外行き数少ないやっぱガラガラですね。ガラガラ？ガラガラですね。ガラガラ好き好きですね。ガラガラゴーイエー。羽田空港着きましたね。着きました。はい、どうですか、なんか高ぶってきたりします？いや、もう、はい、今すぐ脱ぎたいところなんですけど。はいはいはい、それまさか脱いだらなんかあのアロハシャツとかじゃないよね。いや、それはもう、うん、皆さん着いてからのお楽しみのために。なるほどね。どこかな。なるほどなるほど。いや、もうでもさ、そんな浮かれてないよね、試合しに行くのに。なんもう浮かれてないちょっと全然見えへん。いや、完全に太ももの調子も良さそうですね。もう今日朝からトレーニングしてきましたから、はい、ああ、その太ももまた太もも周りすごくなったね。はい、もう太もも周り何センチ？70センチ。また下？67センチ。わお言っちゃってる言っちゃってる。さっき出たぶん。ハワイとはなんかそれか決まってるの？ハワイですよね。うん、やっぱりまずバカンス。バカンスゴルフして。まあね、せっかくさ、ハワイ行くからルールを守って楽しみたいよね、うん、バカンスといえば、例えばワイキキビーチ。うーん、ダイヤモンドヘッド。うん、でもあれなんじゃない、色白いからワイキキビーチ行ったら浮くんじゃない。背中に甲羅も背負ってるやろ。そうそう、浦島太郎をね、竜宮城へ連れて行くから青か言っちゃってる。言ってる。なんかさ、QT 終わってからいろいろ準備してきたことってあるんですか？いや、普段となんか特別変えることはなくて、うんうんうん、もう今ずっとショートゲームをずっと練習してきてるんで、うん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 、まあそれを変えずにやり続けることが逆に2021の目標だと思う。おー、なるほど。確かに変えることって簡単やけど、やり続けるっていうことが難しくて、うん、なんかこうほんまに合ってるんか間違ってるんかって、どんだけ正しくてもそこの壁に絶対ぶち当たるやん、うん、でもその壁を越えるにはやり続けないといけない、うん、でそのやり続けた先にそれでも良くなかったら合ってなかったよなって思えるかもしれんけど、 その目標はね、いいね。ちょっとこっちにしよう。ちょっとウェッジ変えたやん。変わったな。あれ、なんでソールをワイドにしたの？分かんない。分かんない知らんねんて感覚やからな、理屈じゃないから、ね、そう、とりあえず打った時のフィーリングが、なるほど、とりあえずすごく良かったんですよ、うん、で、どうしてこれがいいんだろうと思って、うんうん、で、今ちょうど試してるところや。そう、あ、俺と一緒のスタイルやな。あ、本当ですか。うん、あのね、理由は俺常に後付けやから、とりあえずまずやってみる、うん、考えない、感じる、その感じることが先にやってるところだ。なるほどな。逆に、まあ、GT カップ終わって、
なんかもっと自分に必要なものって感じたことあるんですか？やっぱりね、去年に対戦してきたことはショートゲーム、基本的に俺はドライブイズマネーと思ってて、うん、ドライバーとパターが得意やね、うん、この2つだけちゃんとしとけばミッションは増えると思ってる、うん、だけどそれをやっぱり取りこぼしのないように、ドライバーとパターさえうまくいってればバーディー率絶対上位上がる、はいはいはい、うん、要はいいとこから打てたら、うん、いいショット打てる確率はグンといっちゃうからね、上がっちゃってる、上がっちゃってるだから現在バーディー率も2位やし、だけどやっぱグリーン外した時もかなり下手やから、ショートゲームが僕のポイント、だからそれを去年1年間やり続けたつもりやったけど、やっぱりショートゲーム の悪さが目立った1年だったので、あとね、そのショートゲームを鍛えることと3日目の平均スコアが61位やそれが悪いんじゃ、そこをねちょっとどうにかしたいなっていう気持ちもあるけど、僕の第1回目に出てくださった清水キャディーが、清水キャディーがすごくいいことを教えてくださったので、まあ、初日と3日目は一緒やぞと、初日は何大切にするんやなった時にチャンスにつけること、だから初日と3日目はそれをチャンスにつけることが大切なんやでっていうことを教えてもらってから3日目をかなりいい感じにできたので、それをソニーオープンでやっちゃいたいと思います。権利はまだない急遽飯食いながら振り返ってみましたけど、こんな僕たちですが末永く応援よろしくお願いしますお願いしますチャラいもうちょっとしたらハワイ着くよじゃあね、行ってきます。 See you man というわけで、USPGA ツアー挑戦への道行ってきます。皆さんおはようございます。無事ハワイホノルルに到着しました。このままコースに向かって体を動かして時差ボケとね、体の怠け具合を調整しようかなと思っているところです。なんですが一緒に来ている亀代がなんと現在まだ到着しておりません到着というかちょっとハプニングがあったのかな、全然来ません。今それ待ちです。無事ね来ると思うのでしっかり来て、2人でコースに向かいたいと思います。はい、ホテルに到着しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。疲れてますね。なんかちょっとね、入国審査でちょっとトラブって7時間ぐらい別室で取り調べを受けてまして。なるほど、疲れました。シンプルに疲れてるなと思いました大丈夫、この後コースに行って練習しますが大丈夫ですか？いや、それはまた別の話なんでしっかり練習しましたよ、はい、なるほど、はい、上がりました。疲れてないよ、俺は最近できたと噂のフォアカレーの、ハロー、アロハなんか今のアロハって言われるとハワイに来た気分になるね、これ。いきなり来たね。はい、アロハアロハ。いや、やってきました。来ました。どうすか？暑い。暑いね。暑い。いや、ハワイの暑は夏。いや、どうですか？いや、なんかこうドキがムネムネにする感じしますね。そうですね、はいはいはい、なんかもう、はい、コースに入るまでにすごいリゾート感が伝わってくるっていうか、はい、そうですよね。ちょっと時差ボケが来てます、ね。まあ、時差ボケがね来てるんで、今日はね着いたその日なのでしっかり体汗かいて、この島に慣れてね、このハワイを堪能したいなと思ってますというわけで行ってきます。